はコスモスのお花の作り方をご紹介します。面を上にして真ん中で半分に折ります。開きます。向きを変えて真ん中で半分に折ります。から5ミリぐらいのところで折ります。開きます。広げます。向きを変えます。真ん中に合わせて折っていきます。もう一度真ん中に合わせております。開きます。向きを変えます。この線に合わせて上下を折っていきます。1212122本ごとに切っていきます。裏返して向きを変えます。真ん中の線に合わせて上下を折っていきます。同じものを4つ作ります。
完成です。